オカルト雑誌に載っていた宇宙人が住んでいたという館を東京都杉並区で見つけたネムネム探偵たち。好奇心に負けたネムネム探偵たちはその館を訪れたのでした。はい、こんにちは、ネムネム探偵です。こんにちは。あ、ネムネム探偵さん。ネムネム探偵です。なるほど、はい、わかりました、はい、今日はですね、なんと、はい、宇宙人が住んでいたという家が発見されまして、今日は侵入してきました。どこですか、これ。ここは杉並区です。杉並区、はい、新人アシスタントの藤枝君と侵入しました。今日はそういう設定なんですか。はい、わかりました。え、なんで来たんですか。その宇宙人が住んでるという、はい、なんかオカルト雑誌に載ってたんですよ。なるほど、はい、はい、で、ちょっと今はい、入ってみました。お、不法侵入者を確認。やば、やば、セキュリティシステム作動中のため、怖いですけど、もう出れない。扉をロックします。え、ちょっと確かめていいですか。もう出れないです、これ。確かめていいですか。出れない。あ、出れないですか。出れない。なるほど、マジですか、怖っ。マジです。やばいじゃないですか、まあ、とりあえず、はい、ちょっと全然よく状況わかんないですけど。なんかある。え、本当だ。お、え、我々はこの館を地球調査の拠点にする、はい、地球にはどんな生物がいるのか、技術があるのか楽しみだ。え、見て、はい、1月9日。いや、多分違うっす。9分の1じゃないですか、僕の。ということは、はい、これも紙が9枚あるんだ、ほら。え、これ2。早っ、はい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 。それ集めるんですか。多分この句の言葉に馴染むための記録はカタカナ漢字絵を使う、はい、ただ我々が使用している宇宙記号もセキュリティには使用する。ほう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 。なんか入り口でも紙見た。あ、見ました、これ。あ、9分の3。あ、はいはい。この国にもペットを飼う習慣があるようだ、はい、この日記を書いている私はシリウスというスペースクラゲを飼っていた。早く会いたい。かわいいですね。趣味宇宙遊泳。はい、うわ、3枚しかない。あった、なんか変なタブレットがある。え、ほんとだ。回答入力しろ。この国の技術は面白い。テレビ、スマートフォン、タブレット、我々も気に入って館にある4枚のタブレットをセキュリティに導入した、はいはい、導入力じゃ1で文字入力、2で決定、はいはい、なるほど。1個ありましたね、さっき、はい、4つあるんですね。あと5枚探すのかな。なんだこれ、4、はいはい、24。アルファベットも書いてありますね。あ、え、宇宙語じゃないですか、これ。宇宙語ありますね。こうなんか、スケボーみたいな。これさっき見たこれですね。はいはい。はい。なんて読みますか？これはさすがの僕もわかりますよ。はい。これは、2個繰り返せって意味だと思う。お！で、こっちになってるんで。ということは？生き物の、生き物の視線のたどり着いた先が答え。カラス、カラス、タート、タート、ルハ、ムシ、シロ。はいはい。そういうことになります。え、わかった、はい。探偵もわかったですか。わかりました。え、ネムネム探偵。え、これ、この文の意味わかった。いや、わかんないです。え、ここまではわかりました。生き物の視線の先、視線のたどり着いた先が答え。声読んでください、もう一回。カラス、カラス、タート、タート、ルハムシ、シロ。カラス、カラス。なんで笑ってるんですか。カラスからスタート。あ、スタート。タートルはムシシロ。すげえ。ということは、カラス。カラス？あ、あ。お、いた。
ちょっとカラさん怖いんだこのモグラ見てる、もしかして。はい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 。で、これは無視する。タートルは。あ、え、そっか、そういうことか。ここにペンギンが寝てる。はい。ということは、こっち。アクセス。これはアクセスじゃないですか、答え。すごっ。はい、書くものがない。書くもの、これじゃない。見て、ヨダカのレコードと宇宙人も使ってないヨダカのレコード。確かに、もう深夜さんといえばヨダカさんですね、はい、アクセス。じゃあ2番ですか。次2番。我々のペットの好物を黄色と赤色のピースで作れ。好物は何ですか。バナナと、え、好物、好物をですよね、はい、好物はバナナですよ。バナナを黄色と赤色のピースで作れ。これじゃない。これですね。じゃ、いかにもバナナがある。バナナあるんですよ。これもバナナ。バナナありますね。お、なるほど。おう、できた。いや違うす。バナナ。さすがに僕でもわかります。違うの。もっとでかくなります。それ下の方じゃないですか。こうだ。で、A がそこだ。お、ほら。答えは？答え。いや、で作れじゃないですか。うん、作りました。答えは？シナさんもわかるんですか？うん、何がわかるんですか？あ、待ってよ。わかった。明かり？そう。おお。なんだこれ。うわ。あ、これそこにありますよ。ほんまや。僕それちょっと気になってたんですよ。オレリ？何？これはオレリ？これ開けていいのかな？お、え、すごっ。ただのなんもない。本当だ。え？あ、なんかあるな、このマーク。タイ？タイですね。ここにもタイ。お、タイ。開く。なんもね。なんか。探偵じゃない。探偵わかります。設定ややこしいな。まだあるんじゃないの、この牛が。お。え？ナスビがいた。ついでになんかあった。そのカードもちょいちょいあるんですよ、あそこで。これ全部あるんじゃん、やっぱどこ。やった。あ、あ、しかもマーク入ってる。お、え、マーク入ってないですけどね、サイコロとかは。そうっす、ここ同じ文字が入るんですよ、多分11だから。はい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 。中に入れるのかな、もしかして。はい、さっき入ってたよね。あ、入ってないか。入ってない。え？なんか、え？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 何このギミック。成功って出たよ。あ、あ、いなくなった、いなくなった、いなくなった。何この、そんな、こういうことあるんですか。はい、入れてみた。え、あ、え、ない、なくなってる。じゃあちょっとこの消しゴム入れてみようか。あ、そうですね、はい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 。それマークないんでちょっと心配なんですけど。あ、ダメだ。やっぱ違うんだ。あ、戻、あ、やっぱりこのマークっすわ。幸せ、これ入れます。はい、ナス。あ、ネムネム探偵です。やったー。あ、その設定マジ忘れてた。ネムネムさん。はい。あとじゃあこっちがだからないっす。ちょっと待って、これが、あ、サクセスじゃない、ここ。あ、これサクセスだわ。多分。で、すごい。はい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 。で、あ、なるほど。こうやると、なるほど。フェイルド。あ、なんかず、長いです。ずっと出してくれます。こうだ。なるほど。オレリとは。オレリは？じゃ、ここを入れると、S U。
I S E I 水星、はい、水星です。なるほど。オレリアなのか。オレリアわかんない。多分入れろみたいな指示の謎だったんですかね。それじゃん。で4番見ます。4番、はい。むずっ。あ、さっきのやつ。この記号何なんですか。ウニが靴、こ、はい、の時ハテナが示す身につけるものが答え。さっきこれなんかあったんじゃない。靴、え、靴、あーなるほど、あ、なるほど、天秤と、しかもこの絵になってる、巾着っぽい、なんか法則があるんだ。これが入れろだから海でしょ、うん、はいはいはい、が、うさぎ、犬が靴ってこと。犬が靴で、うさぎが、うさぎが何かってことっすよ。でもそれもよくわかんないですけど。あ、わかったわかった。え、多分、はい、乗せてすごいギミックっすね。多分これ犬と釣り合うんじゃない。なるほど。あれそれ乗せるの大変です。多分これ釣り合うからから、うさぎにと一緒の重さがどっちかっすよね。これ、あ、あ、ちょっとウサギが重い。重いですね。じゃあ一応コート乗せてみます。あ、全然違う。じゃマントってことでいいのかな。マントってことでいいと思いますね。ほう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 、はいはい、うん、またなんか謎の後ろだめよねかのいな、なんかある。宇宙船と宇宙船でもあっちにもあったんですよ。あ、赤い矢印ある。あ、ほんとだ。それ怪しくないですか。お、あ、で、あ、緑がここですよ。そっち青。はいはいはい、お願いします。こういう感じいいのか。きた。これ何。いや、それがわかんない。赤矢印が3つありますもんね。4つか。後悔じゃないかな、これ。あ、後悔だ。でもこれの意味がわからん。わかりました、しんやさん。じゃない、探偵。しんやさん、得意そうですけど。え、おなじいろの UFO かさねよめ、重ねた。で、やっぱ後悔だ。後悔だ。なるほど。それ単純に後悔でいいんですかね。多分後悔でいいでしょう。おお、まあ、これはなんかこう読むってことね。このマーク多分今後出てきますね、もしかしたら。あ、これは、あ、あれじゃん、もやかおと、あ、はいはいはい、あおとあかよめ、これ何？あ、あるわ。これだ。これっすね。月光や。あ、あ、月食じゃない？なるほど。青と赤。これ渋谷っすね。こんな看板あるんだ。いないです。月食。やばい、もうあと1個だ。ラストだ。月食っていうバンド知ってますか。知ってます。あ、これさっきの。あ、これあれじゃん。音符のカード並べろ。これはもう何個もありますよ。集めましょう。はい、これと大量です。これぐらいかな、パッと見は。2,3,4,5,6,7 枚でいいのかな、これ。あ、え、あー1,2,3,4,5,6,7,8 枚ある。これ8枚だ。あった、あー、8枚目だ。じゃあこれを、あの順番っすね。あの順番ですよ。はい、こう地球、あー、なるほど、わかった。これ全部 K 並べたら、はい、どうわかったんですか。これはもう誰でもわかりますよ。はい、何ですか。ロー、う、そう、く、ろうそく。いや、ちょっと待って。え、
ここに水が海って書いてるの。え？水から海。水星から海。あ、こう読めた。そうで、これ合ってますわ。合ってますわ。ろうそく。ろうそく。クリアした。クリアじゃない気がするんですけど、まだ。ファーストって書いてある。ろうそく。やったー。はい、じゃあ読んでください。あ、世界と怪盗、世界と怪盗城。お、すげえ。世界。カタカナですか。わかんない、これ。やった。ファーストセキュリティが解除されました。2階への移動が可能になりました。なんかセキュリティが解除されたっぽいっす。上行きますか、じゃあ。あ、行けるようになってる。本当だ。なんか書いてる。書いてありますね。クイアブラザカライセアズキのミキ。アズキのミキだ。いや違います。多分後で使うんです。え、めっちゃ部屋あるんだけど。色。タブレットがある。セカンド。セカンドだ。ここに答え入れるんだ。うわ、なんだこれ。ルール書いてる、セカンドの。本当だ。マークでつながる。隣のイラストと必ず2文字ずつ共有する。共有した文字は他のイラストとは共有しない。なんのこっちゃ。なるほど。分かったっすか。まだイラスト。これ。ああ。これがなんか2文字ずつ共有するんでね。だからここから。こことここに宇宙人がいるから、これをつなげればいいのかな。必ず2文字ずつ。洋服だ。今しなさん持ってて。あ、これ洋服か。だから太陽、洋服。フクロウ。洋服、フクロウ。フクロウですよね。牢屋。いやでも、え、こう。まあでも一回ちょっと。なんとなく言ってみましょうか。7枚全部ここに埋めないとダメだから、多分ダメかも。そうっすね。こっちかも、こっちかも。なるほど。で、こう。なるほど。はい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 。で、牢屋。袋、牢屋で。こう、8番。あれ？いや、これこう、こうでもいけんじゃん。そうだ。で、牢。やうやそういや、なんとかしますってないか。50分、全部4文字。牢獄じゃないですか、じゃあこれ全部4文字。解体、解体、太陽、太陽。これ回転じゃない、回転、回転、解体、回転。ああ、そっか、そういうパターンもあるのか。書店、書店。ああ、そうだ。書店。書店はじゃあいいんだ。で、え？天と、天国？なんで？五色じゃない？五色、これ。五色。五色。なるほど。矢印の向きに裏返す。裏返します。はいはい、矢印の向きに裏返す。どういうこと？どういうこと？むずい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 。こう、こう。はいはいはい。できた。正しい向きの文字をだけ読んで実行しろ。H やヒット。ヒットの中。のルールルしたがえヒットの中のルール。あのないないですか。ヒットの中、これなんか気になるな。あ、なんだこれ。なんじゃこら。なんか全部書いてる。いや、お師匠さん、ここに。あ、英語が、ねむねむ探偵です。
か、ね、ABCDEFGH これじゃない、ヒットあ、でもここに書いてる C と、ほんまや、こんなやつ売ってんだ、 HIT も結構ここだ、はい、今作った7枚のピースがロケットの時、青いピース7枚を太陽の上に同じルールで置いて裏返せ。これがロケットの時、ロケット今作ったピースってこれだよね、ロケット、だからこれがもうロケットなんだ、はい、はいはい、これがロケットで、はい、ロケットとしてこれを置いていくんだ、あーなるほど、スロット、ロケットスロット、なるほど、こう、はい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 、スロープ、じゃあそれ一回こす、スロープ、クレープ、おお、あ、すげえ、クレープ、クレーンじゃないこれ、おお、これそうですね、あれあれ、スロープ、ちょっと待って、スロープスコップかも、そうですね、これ違うね、スロープスコップ、スコップ、いや違うかも、スプーン、スロープ、スプーン、スロープスプーン、いや合わないな、合わない、もうここが違うんかな、スロットから、ちょっと待って、スロットがこっちかも、はい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 、スロット、はい、スロープ、はい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 、クレープ、スロープ、クレープ、クレーン、クレーン、なるほど、シャベル、あ、じゃあスコップ、これシャベルじゃない、ロケット、コロッケ、ロケット、コロッケ、コロッケ、コロスケ、これ違うっすどっちかというとこっちがコロスケだね、それもよくわかんないし、スコップ、スットプ、ああ、これスコップか、ことちっちゃいやつ、なるほど、ここシャベルだなシャベルじゃないですで、これでさっきみたいにひっくり返すんですね、きっと、こう、そうですね、こう、はい、こうで、こっちからじゃないですか、はい、真ん中の白を上から読め、真ん中の白を上から読め、真ん中とは白はでもこれなんですよね、こうこうこうのなんかがあるんじゃないですか、そんなまさか、まあ、こういうなんかあれとか、ここの廊下があの形っぽいんだけど、むずいなこれは、なんか変な筒があるけどまだ使わなさそうだ、こっちはいけないですからね、いけないですか、ここはいけないっぽいですね、まあ、うん、ここの階段なんかあの形に似てるな、階段似てます、階段似てるよこれ、すごい階段に見えてきたこれ、これが階段か、階段に見えてきたよこれ、階段がある、3個目と456789と123453030、えぐむずこれじゃね、123、はい、み、3がみ、456789ミラ、ラで、ここの下から2段目、い、未来、未来だ、うわむず、未来だこれ、すごいっすね、シアさん、やば、はいはいはい、すごい、や、この線気になってたんだよな、確かに、未来、間違えた、未来、セカンドセキュリティが解除されました。2階にある
廊下の扉の偽装が解除されます。あ、あ、ドアになってる。やば、こっちだ。じゃあ、え、うわ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 、あ、残りのやつだ。9分の。あ、本当だ。サード。5つの謎の答えを赤い四角の中に並べろ。はい。あ、これクロスワードじゃない。あ、あれ。やりますか。やりましょう。宝物や探し物の場所のこと。ありか。縦には空に浮かぶものであり、葉っぱ足の虫。はい、雲。はい。これはできますわ。3の縦。取り締まる人のことを警備員。何文字？4文字でした。まあ、先横1やろうか。移住か。あ、来た。これも書かないと分かんないです。移住か。悪事。悪事。出た。出た。はい。答えはリモート、はい、鉄砲、弓や手裏剣など飛び道具。おお、8の横行こうかな。8横はこうあった。え、見えているものがゆゆときの時。ゆゆとき、はいはい、わかりました。え、見えているものがゆゆときってなの。でもこれ分かるですよ。ドリーム、はいはい、フィンガー、はい、タワー、はい、キス。ということは？ということはって何ですか？ということは？ということは？夢指。お。夢指。うん。夢指頭。うん。口。まあそれキスでいいんですか？夢指頭キス。がゆゆときのとき、見えてるのがゆゆときのとき、見えてないとこは、なるほど、ゆ夢指とキス、めびうす。はい、なんですぐ分かったんですか。これもう1秒で。いや、5の盾、水槽や池など魚がいる場所。いけす？工芸品などになるもの。はいはいはい。何ですか？漆ね。漆。横14が花の時、聞くわ。横14ってあれか。12が俺の時。はいはいはい。はいはい。わかりました。あ！お！はい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 。家具。そう。おお。青。そういうことですね。レッド。レッド。はい。赤。グリーン。なるほど、その法則ですね。家具。14番。ああ、はい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 、わかりました。この家具が、はい、花の時、はい、聞くは何人でしょうっていう。家具が花の時。うん。花を家具。お。じゃ聞くは。耳を聞く。まあまあと。11が耳。11の横。11横。これなんか、これはこれ簡単だ。ハンドル。そう。イエーイ。ドルが半分でハンドル。イエーイ。神に使える女性。はい。2個。ああ。横12。尻尾。え？はい、わかりました。早っ。尻尾。この矢印は反対になるよっていう矢印です。そうですよね。上ですよね。だから。そう。上で、尻尾の反対ってなんだ？頭かな。そうですね。頭。はい。上だから、前、後ろ。そう。あとやってないのはなんかそのこれむずいですよね。クイーン、クイーンを打つ。本当だ、クイーンが残る。クイーン、シャー。じゃあと13の盾だけだ。あ、王様の盾11。
なんで11になっちゃう。さて11は、耳。王様の耳はロバ。はい、できた。イエーイ。くるみ。くるみ。くるみ。赤い四角の中に並べろ。赤い四角。ここに赤い四角がある。ここにくるみを、ちょっと待って、これミルク。9番、見て。全部取れた方がいいですね。なるほど。あ、え？わかりますか、これ。いや、何も書いてないじゃないですか。白紙、はい、これじゃない？これじゃないですか。地図の中の覗け。地図の中の覗け。地図はないですよ、この部屋に。チーズ？チーズあった？チーズあったんですよ。本当だ。あ、これじゃね？はいはいはい、地図の中。あ、これ。え？これあれじゃん。何ですか？これ見覚えないですか？ないです。え？これ見覚えある？ないです。え？見覚えある？え？見覚えあるよ。そんなあれもあるんですか？あれ？これえぐ。なんか書いてる。書いてあります。はい。むずいむずいむずい。いやいや、ちょっと何で見合ってんすか。文字見てもらっていいですか。王冠。王冠。王冠です。これ何も読んでなかった。これ何も読んでなかった。これ読んだ方がいいじゃないですか。地球の生活にも慣れてきた、はい、人間という生物には勝手に他人の家に入る不法侵入者がいるらしい、はい、藤枝君のことね。いやいや、何ですか。我々は、あ、これあったね、あの 下のやつですね。そうですね、はいはいはい、大変なことが起きた。記者と名乗る変な男が勝手に入ってきた。注意した我々に逆上し暴れ出した。壊されたものもある、はい、悲しい。悲しいですね。この国のデザインは綺麗だ。我々は宇宙装飾という背景に宇宙記号のように意味を持たせることもある。どういうことだ？答えはあなたも。なるほど。こういうことね。はいはいはい。ああ、重ねるってことだ。はいはい。美しい芸術品を鑑賞すると心が洗われる。館の中にある絵に描かれた髪を結っている少女をアルス、白い像の女性をイカラスと名付けた。はい、これ。はい。これもあれじゃん。このマークもありますよね。はいはい、2つともだから融合させるんですけど。トイレ、トイレ、ラ、ラデ、メデユ。長いんだよな。これ英語にする？一回英語にしましょうか。ドレでイヤロテモリエデデロテ。絶対違うです。え、何これ。トイレんけんかけんがもうおかしいですもん、うん、あ、え、これわー、これだ、これだ。完全にこのなんかチューリップみたいな、 この意味を持たせたんだ。やべえ。はい。トイレで電気消しておたりらみ。ああ。ちゃ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 。これだけここが疲れるな、この。なるほど。そういうことか。オリミラ。やば。た。あたりみろ。あたりみろ。トイレで電気消して。あたりみろ。あたりみろ。はい。はいはい。トイレありましたっけ？トイレあったよ。あ、トイレあったわ。はい、トイレ。電気消しますよ。はい。怖い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 。ちょっと。多分何も映んない。怖っ！怖い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 。何もないやん。あー！あー、びっくりした。これ映ってるから。砂時計って書いてる。いやー、すごっ。映ってる、これ。映ってます。
びっくりした。もう、ごめんなさい。ちょっと、もうついビビり、あ、なんか、あ、びっくりすぎて。ああ、ここに貼ってるんだ。これは気づかなかった。砂時計。砂時計。はい。はい。はい、11番。はい。外して中覗き、星の上にある虎。しなさん。はい。長いから僕思いました。これです。あすごいやん。僕も謎解きちょっと分かってきました、だんだん。すご。はい。もう騙されないです、これに。それも宇宙人がこれやってるんです。ということは、こっちとこっちだね。そうですね。外して星の裏見よう。家電9。家電9を外すってこと？これって何か意味あります？そっちはもうないんじゃない？ああ、そうか。これって何なんですか、この家電9。いや、それを考えるのが謎です。これ、家電9。え？ 9。9が分かんない。家電9。ああ、何？ああああ、何これ？これなんかあるんですか？ああ、えー、星の裏見ろだって。これタグしていいの？外さない？星の裏。あ、だからこの裏っすよ、この裏。なるほど。で、電球。電球、これだ。もうそれだ。もう分かってた先に。えぐ、電球。え、だから答えは電球か。答え電球ってことですね。電球、はい。スペードのマークのついたもので、はい、カラシリトリケラトプスまでつなげ。カラ？もので。もので、カラ。カラシリトリ？ちゃう。カラシリトリケラトプス。ああ。それしりとりしていくんじゃない？これ、電球マークがあるじゃん。それが。電球マークがあるってことは、これを。またまた。来たー！来たー！カラシからしりとり、トリケラトプスまでつなげ。カラシ？カラシからしりとり、トリケラトプスまでつなげ。まあ、カラシでしょ。カラシ。し。え？もうラケットしかないな。あ、白クマ、これじゃん。白クマ。白クマ、マイク。またなんかあるんですよ、スペードが。クー。何？こいつ誰？サイ。これトリケラトプスじゃん、これが。あ、そっかそっか。なんとか、あ、これラケット。なんとかラ。クーがだからあるんですよね。クー、なんとかラがあるのかな、もしかして。靴べらがある。靴べら。靴べら、ラケット。ラケット。トリケラトプスをかマイク、そのぐらいにあったす。リオカリナナ、おお、ラケットトリケラトプス、なるほどな。で、これを赤い四角の中に並べろ。まずじゃあオカリナを、なるほど、並べます。並べて何になる？で、電球もあって、ね、あ、そっか、そういうことか。で、王冠もあったよね。王冠、王冠もあったし。何が起こるの？そしたら砂時計。あ、あった。砂時計。シアさん、あった。じゃあ、いや、これ最後がくるみなんだよね。でもミルクはあるんだけど、くるみがないってことは、あ、え、この牛さんあるやん。あ、え、え、一回置いてみようかな。置いてみましょうか。ポン。分かった。正解。こうじゃん、こう。え？違うみたい。ミルク使わんのかな。
ん、くるみ普通にあるっていうことはないですよ、まあ、その可能性もある。このミルクがどうしても怪しいぞ。あ、ちょっと待って、これ何、これなんか魔法の粉じゃない？これ板。それが何ですか？板、イカ、砂、くるみ、板、くるみ、ミルク、これ、ナス、砂、ナス、イカ、貝、板、あれ？タイ。あれ？あ、あ、え？待って、なんすか？さっきここに入れたものが、はい、反対になって出てきてる。ここということは、さっきナス入れて、貝入れて、タイ入れて、ね、あ、入れるんだ。じゃ、このミルクを、え、また脇身の傷。いや、それ関係ないです。汗。関係ないです。イラカ。関係ないです。さっき消しゴム入れたまんまだけど。消しゴムまだ。ノブさん。え？ここに？まだこれは機能してるんですか？入れると。さか。だって牛マークさっきもあったからね。ありましたね。牛マークあったっすわ。うん、あっ、これを見てみると、だから、ね、上にあるんじゃないですか。多分上に、まさかないでしょ。だって誰が置くんですかそれは。いやいや、置く人とかおらんから、ね、そうですよね、うん、今僕らだけですもん、ね、うん、まあ、一応入れたけど、はい、まあこれはさすがにないでしょう、はい、あったら怖いっすよ。さすがにないわ。くるみがある。完全にある。誰が置いたんすか。怖っ、怖っ、この館。あ、でも無事スタートセキュリティが解除されました。奥の部屋への移動が可能になりました。開いた。本当だ。あ、すげえな。どこに出るのこれ。え、何ここ。え、何じゃここ、何じゃこ こ, なんじゃ こ, こ、え、なんだこりゃ。うわー、なんじゃこれ、なんじゃこりゃ、なんじゃこれ。あ、また手紙があるよ。出た。地球での調査はこれで終えようと思う。故郷の星が恋し、はい、帰って我々の好物緑のブドウが食べたい、はい、我々が去った後のこの家にまた不法侵入者が入るかもしれない、はい、荒らされないようにセキュリティは作動させておく、はい、1から12のワードで足元のマス目を埋め、1から9のマスを読めばキーワードがわかる。さっきのやつですか。ワードって何ですか。12のワード、今までもしかして今までの答えかな。はあ、はあはあ、え、今までの答えですか。12あった。あ、12あった。この答えを今までの答え全部入れるってことですか。じゃあ持ってこようか。持ってきます、ね、ああ、あ、ここにある。あ、それはいいですね。だから5文字のがまず2個あるから、はい、これを確定させたいな。そうですね。月食か。いや、3つあるっす。え、 1,2 ほんまや。3っすね。粘土結構大変ですね。電球か月食か、砂時計。電球、砂、月食、砂時計ないぞ。ないんですよね。砂時計、電球、月食、月食ないっすよ。砂時計だとしたらないな。ないんですよね。3文字が2個なんですよ。あ、3つか。1、2、3文字あります。この3文字はくるみ、あかり、マントかな。くるみつか、くるみ、あかり、あかり、マント、ないぞ。え、
じゃやっぱ逆？よし。砂時計。ないぞ。何の12のワードなんだこれは。情報を。なんかあるんですか。なんか緑のブドウがどうたらって言ってたよね。え、っていうかこれもうこれとかついてません？これもあ、ほんとだ。じゃまずこれ電球。うわあ、うわ、イカ植えないですか？植えないですよ。ないですよ。いいだけど。イカラスイカラス、イカラスからスタートだ。イカラスからスタート、イカラス、イカラスだ。イカラスってなんか聞いたことあるぞ。確か白いあれじゃない、イカラス。ええ、これイカラスじゃない？そうなんですか。でさっきどっかで見たよ、これイカラスってさっき言ってた。あ、あの紙に書いてありましたね、うん、え、これ。あ、猫。猫どっか見てる。隕石って書いてる。えぐ。じゃこれの。えぐ。答えが変わる？これ隕石。これは、あ、これ。出た。チューリップ。出た。ここでもうすでに暗号が。我々の好物をピースで作れ。緑のブドウじゃん。緑のブドウだ。おお。はい。都会。都会。で、3番。これはそのまま。だから、水星。水星。変えておきましょう。はい。これはそのまま。ろうそく。はい、電球。きた。ん？あ、え？星。あ、本当だ。星。青と赤。読め。く。ション。え、クッションだ。クッションですね。これがクッション。クッション。ああ、5のやつ変わった。はいはいはい。5のやつ変わった、完全に。で、これが。それはそのままっすね。なんだっけ、5。後悔。それもそのままか。4は、そのまま。マント。で、これを持って、いけばいいのかな。マントかけるとかいいんじゃない。これだ。これだ。5文字の何個ある？ 1、2、3。電球、砂時計、クッションね。あー、わかった。クッション、電球だよ、これ。はい。え、書いていいんだ。クッション。はいはいはい。うん。はい。電球。で、電球。う。わかりました。じゃあ4文字のう。2つあります。後悔か王冠かろうそくか。だからじゃあこ先にこっちの5文字埋めよう。はい、なんだ、砂時計です。いじゃあ巣のつく4文字。オカリナ、あ、じゃないや、は水星は。ここオカリナか。そこオカリナです。オカリナ、王冠、ここマント、マント、都会、隕石、後悔、ろうそく、ろうそく、くるみ、くるみ。できた。イエーイ。で、読むとミッション、うん、ミッション、完成、ミッション完成。わーい。フォース
セキュリティが解除されました。スカイゾーンを開け、脱出の方法が表示されました。指示を実行すれば館のどこかに脱出のキーワードが表示される。全員で手を挙げて言おう。間違えると1分間脱出のキーワードは無効になる。ん、まずセクシーゾーンを開く。セクシーゾーンじゃない、スカイゾーンっす。スカイゾーンを開けということだ。それを探さないといけないですよね。スカイゾーンってな、今までなんか空のなんかがあったりとか、で開けるんですよね、それを。でこのスカイゾーンを開けだから、なんか開く場所があるんじゃないですか。だってなんかさっきの階段の上の方がなんかちょっと怪しかったね。ここ、これなんかスカイゾーンっぽくない？どうやって開くんですか？だから空に繋がるのこれしか。あ、スカイゾーン。いや、関係なくないですか？え、これ SKY。 あ、マジですか？開けだ、そうだ、 K、 そうだ、スカイ、イゾ、イゾ、イゾだこれ、イゾ。あと ON。 そういうことか。 ON、 えぐ、 ON。 全員 で椅子に、椅子に向かい、立ちジャンプして、次に拍手。なんかこの椅子はどっかで見たい。ジャンプして、まあこれを指示通りやればいいってことですよね。椅子ありました？この椅子。これなんか見たことあるよ。どっかで見たんだよ。あ、なんか確か変な。え？廊下で見た。え？廊下の突き当たりにあった。これじゃん。これだ。立ち。ジャンプ。ジャンプ。全員、せーの。拍手。館内のどこかに脱出のキーワードが表示されました。全員で手を挙げ、脱出のキーワードを叫ぶことで入り口のロックが解除されます。最後まで。ここは怪しい、やっぱり怪しいですか？なんもないです。なんもないですね。どこかに表示されたっていうから、なんか液晶系なのかな。またブラックライトとかじゃないですよね。え、下じゃないですか？他に下か。うん、一回行ってみるか。あ、出てるじゃん、もう。え、出てるじゃん。脱出のキーワードはナース。え、脱出のキーワードはなんで割れてんすか？ニャース。ニャース？ニャースじゃないです。これなんて名前だっけ？イカロス。イカロス。え、これどうしたらいいんだ？別の場所で出てるんですか？どうしたらいいんだこれは。ブラックライトですか？情報いる？情報でもなんかありますよね。あ、え、縦モードでも横モードでも。え、これ縦にするんじゃない、もしかして。え、そうなんできるんですか？縦にするんじゃない。お、あ、コスモス。コスモスだ。じゃあ一緒に叫びます、はい、せーの、コスモス。入り口のロックが解除されました。入り口のロックが解除されました。帰ろう。帰りましょうか。行けるっすよね。行きました。行けた、よかったっすね。ついに帰れます。はい、よかったです。じゃあ帰ります。ねむねむ探偵、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。お疲れ様です。またさよなら。はい。